皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校、6年生、社会科、江戸幕府と政治の安定の5時間目の内容です。まず、以前に学習したことを振り返りましょう。皆さんは、前の単元、戦国の世から天下統一への中で、 日本にキリスト教が伝わり、広まった様子を学習しましたね。しかし、江戸時代になってしばらくすると、キリスト教は幕府によって禁止されてしまうのです。一体何があったのでしょうか。それでは、江戸幕府がキリスト教を禁止するようになったことについて、 考えていきましょう今回の学習の課題は幕府はどのようにしてキリスト教を禁止したのでしょうかです動画を止めてワークシートに書きましょう初めに教科書84ページの本文や 資料3日本人町のあったところから気づいたことを動画を止めてワークシートに書きましょう書けましたか画面を確認し付け加えたいものがあれば書きましょうでは江戸時代の初めは外国と盛んに貿易をしていた幕府がなぜ キリスト教を禁止したのかどのように取り締まりを行っていったのかを考えていきましょう次に教科書84ページから貿易が盛んになることによってキリスト教の信者が増えていく様子について確かめていきましょうではなぜ幕府はキリスト教を禁止することになったのか 理由を考えてみましょう。書けましたか画面を確認し、付け加えたいものがあれば書きましょう。前回の学習では、身分制度について学習しましたが、キリスト教の神のもとに人は皆平等という考えは、幕府の進める身分制度に反するもので、 人々が。幕府の命令に従わなくなることを心配してからですね。では。幕府はキリスト教の禁止を。どのように進めたのでしょうか。教科書84。八十四。八十五ページの。本文や。資料1。一。四から。気づいたことを。動画を止めて。 ワークシートに書きましょう。書けましたか画面を確認し、付け加えたいものがあれば書きましょう。資料1からは、F ミによるキリシタンへの厳しい取り締まり。資料4からは、一揆に対する幕府の対応がわかります。 さらに幕府はキリスト教の禁止をどのように進めたのでしょうか教科書85ページの本文や資料56から気づいたことを動画を止めてワークシートに書きましょう書けましたか資料5からは貿易船の出入りを長崎の出島そして 相手国をオランダと中国に制限したこと、資料6からはキリスト教の取り締まりが貿易の制限につながっていったこと、つまり鎖国政策というものが読み取れます。では、今日の学習のまとめをします。動画をを止めて、てはどのようにしてキリスト教を 禁止したのかについて、ワークシートにまとめを書きましょう。まとめは書けましたか画面を見て確認し、あなたが書いたものに付け足しがあれば書き入れましょう。次は、この単元である江戸幕府と政治の安定ということでまとめをしていきます。 では、今日の学習の振り返りをしていきます。幕府は、キリスト教の禁止を進めながら、どのようにして政治を安定させようとしたのでしょうか。動画を止めて、今回学習したことをもとに考えましょう。書けましたか幕府の政策に不満を持つ。 勢力を抑えた鎖国と呼ばれる政策を行い、貿易で得られた利益や海外の情報を幕府がほぼ独占したなどが考えられますね。これで今回の学習を終わりにします。